崎チャンネル。ジョン。さあ、金曜日。もうそろそろシーズンも終わりになってきた。最、佳境でございます。さあ、ということでね、今日もがっつりお送りしていきましょう。もう残り総チェックもあと1、2、3、4回ぐらいできるかどうか、5回あんのかな、まあ、5回ぐらいかな、ということでね、皆さん、ラストスパート頑張っていきましょう。さあ、ということで今日もお送りしましょう。まずパリーグから日本ハム対ソフトバンク。こちら12日ね、1試合だけありましたけども、0対5でソフトバンク。ソフトバンクね、先発東山、7回106球、5安打7三振、2四球無失点。まあ、これでね、2ヶ月ぶりね、4勝目ということでね、まあ、粘り強いピッチングできたんじゃないのかな。まあ、日曜、で、日本ハムはね、河野、6回100球、5安打4三振、3四球2失点。まあ、踏ん張ったけどね、なんとか踏ん張ったけど、まあ、援護なくっていうね。で、ソフトバンクはね、2回、デスパイにレフト前、で、栗原フォアボール。で、中村バントで送ってワンアウト2、3塁からリチャーズの、2点、タイムリーツーベース。でね、9回にしっかりね、3点、得点して、もう完勝っていうところかな。で、日本ハムはね、2回、ここでね、無得点っていうのは、いや、痛かったかなと。この2回のね、日本ハムの攻撃、先頭近藤レフト前ヒット。で、坂間アウト。で、ロドリゲスが、フェンス直でツーベース。ワンアウト2、3塁になって、万波三振。で、中島フォアボールで、清水三振と。ここでね、1点でも取ってたら、ちょっと試合展開ね、わからなかったかもわかんないけども、まあね、この、今回はね、ソフトバンク、加山、バンド、カイノっていうね、リリーフ陣も踏ん張って、でね、9回に、フォアボール。で、連打でね、牧原、そしてマッチとね、打点を掴んで、まあこれはね、まあ完勝って言ったところ、出たいでしょうかね。まあこれね、1試合しかなかったんで、1勝で、ソフトバンク、勝ち越しです。さあ、日本ハムはね、続いて、西武と札幌ドームでね、リレー戦になりましたけども、10月13日、10対2で日本ハム。そして、14日、3対0で西武。ここはね、1勝1敗の5分っていう形、なりましたけども、13日、ね、西武高橋光也、6回3分の1、126球、10安打4三振、3四球7失点。今シーズン、ちょっと珍しいね、ぐらいちょっと、まあ、ちょっと高めに浮いたっていうところもあるけどね。で、まあ、日本ハムはね、もう完勝っていうところで、まあ、10点ですからね、いい形でね、しっかり得点を上げて、まあ、勝ち切ったかなと。で、その中でね、清水のね、7回、満塁ホームラン、ガッツ。ナイスホームラン打った瞬間っていうところでしたし、まあ、2回表ね、西武がね、外崎ツーベース、そして、ツーアウト2塁からね、野村、こいつ、バーッと、守備、頑張っていこう。ちょっと、最近まだ、エラーが多い。で、ね、失点した後、2回裏にね、高間センター前、で、ワンボールのフォアボール。で、ロドリゲスが、最近ここに来てロドリゲスが、好調。来季の契約に向けて、再契約してもらうために、必死っていうね、このよく外国人でね、あるあるです。パターンね。で、タイムリー打って。で、中島バンド、清水アウトでね、ここもう一点ね、行きたかったところだったけども、でもすぐね、3回の裏に、今度のね、タイムリーヒットで、しっかり1点を取って、この1点もね、非常に大きかった。で、7回はね、もう浅間西川野村、ね、っていうところで、ポンポンポンって打ってね、高浜、タイムリーで、で、清水のね、最後満塁ホームランっていうところでね、まあ、しっかり完勝って言ったね、ところでしょうか。で、続いて、14日ね、3対0で、西武っていうところになりましたけども、西武ね、先発松本、前回もね、完封してて、今回も7回ね、零封というところで、7回98球、3安打4三振、3四球ね。やっぱフォアボールが少ないと、松本はやっぱりいいピッチングしようかなと。で、ギャレット、平。で、平がね、ジャイアンツの久保以来、20ホールド、20セーブ、ね、以上っていうところで、ガーッと、ね、この、まあ、今年ね、1年、の、頑張りで、オリンピックも選ばれて、ね、この平の、頑張りに、スパイラル。ね、非常に素晴らしかったかなと。で、日本もね、伊藤、7回115球、6安打2三振、2四球2失点。踏ん張ったけどね、まだ、10勝ならずっていうところでね、この6回ね、森にツーベースを打たれて中村にね、ホームラン。で、7回にもホームランっていうところでね、まあ、中村のね、2本のホームランになられた。この中村のね、ホームラン。ね、非常に素晴らしかったかなと。まあ、仮にね、日本も勝つチャンスって言ったら、まあ、4回裏ね、ワンアウトから近藤フォアボール、高浜ね、ヒットで、1、3塁になって、松本がね、ダブルプレーっていうところで、ここで1点取ってたらね、ひょっとしたら流れが変わってたかもわかんないなっていう。でも、あとはもうね、ほぼチャンスなくっていうところで、唯一ハムが勝てるとしたらこの4回の裏のチャンスに1点取れたか。これがね、やっぱ取れなかったことでね、パンパーンっていかれたかなと。でも松本はいいピッチング。まあ松本のもね、伊藤も本当に来季に向けてね、期待ができる、終盤のね、ピッチングになったんじゃないでしょうか。まあ結局ね、3対0で西武の勝ち。ね、結果1勝1敗で5分っていう形になりましたね。続いて、楽天ソフトバンク。楽天はね、火曜日の試合がなくて、水木の、このソフトバンクの2連戦。で、ソフトバンクはね、この火曜日、日本ハムとね、1試合。ここで1勝して。
で、13日、2対1楽天。で、14日、6対5でソフトバンク。だからソフトバンクと楽天は1勝1敗の5分。ソフトバンクだけで言うと、この3連戦、カードは変わりましたけど、2勝1敗の勝ち越し、でね、いうところになりました。13日ね、2対1で楽天のサヨナラ勝ち、こちらね、8内ナイターということでね、南さんとかね、松崎さんとか、で、楽天の青山、とかと、4人でね、8内ナイター、パリーグ TV の方でね、やらせていただきましたけど、ちょっとアーカイブね、あると思うんでね、皆さんもしよかったらそちらもね、見てください。見られた方いますか？さあ、ということでね、ソフトバンク先発マルチです。7回106球4安打8三振3四球1失点。あ、3四球1デッドボールで無失点。もう完璧、まっすぐチェンジアップ。よっ。もうこれは非常にね、もう安定的な素晴らしいピッチングだったかなと。楽天もね、10勝リーチをかけて早川。7回112球4安打4三振2四球1失点。まあ、柳田にもね、しっかりインコース投げてライトフライに打ち取ったりね、非常に左バッターへのインコースもね、しっかり投げて。あと、対右に対してはね、本当にインコースのストレート、スライダー、で、チェンジアップと完璧なピッチングだったんじゃないのかな。こちらもね、1失点でしっかり踏ん張るっていうところでは非常に素晴らしいピッチングだったのかなと。両チームね、勝敗を分けたのはやっぱりね、フォアボールからの失点っていうところで、ソフトバンクのね、先制、7回表、デスパイのフォアボール。で、栗原バント。で、川島ね、ファーストゴロ。ここをね、杉大地、ダイビングキャッチ。グッド、ビッグプレイ。打った瞬間抜けたかと思ったけどね、非常に素晴らしい。で、その後ね、ツーアウトになったけども、回がね、センター前タイムリー打って先制。で、このね、先頭のデスパイのフォアボールがね、ちょっと痛かったかなと。で、楽天もね、8回裏、ピッチャーね、香山に代わって、山崎フォアボール。香山も今年ほんとフォアボールがね、多いんだよね。で、岡島ね、岡島がレフトフライ。で、ピッチャー坂東に代わって、浅村のサードゴロを高田バーッと、エラー、痛い、あれは。で、その後ね、島内フォアボール。このね、島内のフォアボールよくね、追い込まれながらもしっかりね、フォークを見逃して、もう、ソフトバンクバッテリーからしたらね、ちょっと投げる球投げかなと。ワンボール、ツーストライクの状況で、インコースのストレートを使ってほしかったなっていうところはあるけども、ちょっとね、もうなんか、攻めてなくね、フォアボールみたいな。で、ワンアウト満塁になってから鈴木大地がセンター犠牲フライ、きっちりね。で、9回裏、ね、ピッチャー森、ね、このままもう引き分けかっていうところで、渡辺がね、先頭フォアボール、先頭レフト前ヒット。で、オコエがね、バント。で、代打現地、フォアボール。で、山崎、フォアボール。このね、二人のフォアボールはね、グッツ。よくね、選んだ。本当に際どいところを振らないでね、山崎も最後カーブね、高めからね、こう、あとボール一個ね、低かったら、ストライクだったところをしっかり見逃して、このフォアボール、フォアボール。で、岡島がね、初球パンと、さよなら、グッツ。ナイス。ね、もうこのソフトバンクはね、完全にフォアボールから失点。勝ってただけにね、もったいない。楽天は逆にね、しっかりそこでね、フォアボール、選球眼の良さっていうところでね、チャンスメイクして、ポンポンとね、鈴木大地、岡島っていうところでね、いい形のサヨナラ。なんと、楽天ね、今季初のサヨナラ勝ちっていうね、試合になりましたね。そして、昨日14日、6対5で楽天っていうところでね、まあ、この試合をね、先制はね、ソフトバンク、3回表ね、2アウト1塁から中村がね、先制、タイムリーツーベースっていうね、いうところで、でもしかもね、いい形。昨日ね、サヨナラ負けしてる中で先制できたのはね、大きかったけども、4回の裏にね、ワンアウトから島内鈴木のね、ヒット、ツーベース。で、ワンアウト2、3塁だって、もぎアウトになったけど、渡辺がね、レフト前タイムリーでこの逆転。これすぐ良かった。と思ったらね、5回の表に、中村がね、また同点、タイムリーというところでね、今また中村がね、いいところでね、打ってる。で、3回裏ね、ここで、太田のね、勝ち越しタイムリーヒット、やんで山崎のホームラン。これでもうね、楽天が勝ったかなと、もう正直思った中で、ね、5対2から8回の表ね、問題のプレーです。ね、ここもまたね、こうフォアボールが挟む。ね、安楽がマウンドに立って、リチャードアウトにとって、で、甲斐がね、フォアボール。で、牧原アウトで、柳町レフト前ヒット。で、栗原フォアボール。これまたフォアボールで満塁にして、柳田のね、センター前、お声が、バーッと、どう投げてんの。で、一気にね、ランナー全員帰ってきて同点。で、川島のね、タイムリーで逆転っていう。どこ投げてんの？これでソフトバンクはね、まだクライマックスに向けて、首の皮ね、一枚繋がったっていうところになりますけども、これはまだね、ちょっとお声反省しないと。あのプレーは、もうすぐカットマンに返さなきゃ。すぐも返さないし、いないとこも投げて、変なとこ転がっていくっていう。あれ、球場で見てたらもっといろいろ分かったけどね、ちょっと、テレビ越しじゃね、なかなか分からない部分もありましたけども、これはちょっと痛かったね。で、逆転っていうところでね。で、あとはね、このね、バンド処理。中村明の。あれマジね、素晴らしかったね。三塁へ。8回裏ね、浅村が、ライト前ヒット打って、で、島内フォアボール。で、鈴木大地のバンドを、中村明が出てきてジャンピングスロー。グーッツ！中村明のね、打つのも打ったし、だからこの試合のヒーローは中村明だね。
あの三塁封殺は、ダッシュも素晴らしかったし、取ってからのジャンピングスロー。あれはね、ちょっと見てほしいね。本当に。非常に素晴らしい。ナイスプレーでした。結果、1勝1敗で、5分でした。さあ、続いて、ロッテ対オリックス。ね。12日、2対2で引き分け。そして、13日、8対2でロッテ。そして、14日、6対1でロッテ。ロッテのマジック9が51年ぶりに撤退ねえ。これがどうなっていくのか。まあ残り試合がね、10試合なんで、まあ残り試合がね、多いっていうところでね、このマジックが点灯してるっていうところはありますけども、こうね、やっと2週間前ね、は、ロッテが 80% 優勝確率。で、1週間前は、オリックスが 70% の確率で優勝確率。で、現在、50%、50% で、どっちが優勝するか分かんない状況にね、なってきましたね。さあ、ということでね、12日、2対2でね、引き分けっていうところで、まあ、この試合もね、完全に、ロッテペース、ね、いい形でね、4回の表、ね、レアードのホームラン、で、6回の表ね、小木のスリーベース、中村のホームランで、いい形でね、2点取って、で、小島がまた素晴らしい。あれは本当にね、ナイスピッチングで、もう、あ、このまま完投でいいねと。まあ、完封できたら完封でいいし、完投でいいね。ピッチャー変える必要ないねっていうところで、問題が起きたのは、8回裏、ね、ワンアウトから、太田のね、レフト前ヒット。で、福田アウトになって、2アウト。宗が初球ね、ライトへ、同点ホームラン。宗、ガーッ、ナイスバッティング。ね、これで結局、引き分けになったけども、この引き分けがね、シーズン終わってみてどうだったのかっていうのがね、大きな展開になるかもしれないっていうところでね、まあ、この試合ね、まあ、オリックスはね、この3回裏、伏見がデッドボール。で、バンドをね、太田が失敗。軽い。バッと。もうこの、もう、ちゃんとやろう、ちゃんとやろうとは思ってんだけど、もう軽い。全体的に。ね。そういったところも、不定でいかなきゃいけないし。あとはね、この6回裏、ね、ワンアウトから、胸がね、ツーベースって山内のね、ドロックバンド。まあ、うまかったよ。で、まあ、リクエストのね、もあったけども、アウト。でね、いうところで、でもここは、2点あるからね、俺打っていった方がいいんじゃないのかっていうね。で、日刊スポーツの評論でも出してもらいましたけども、まあ、胸に救われて、ちぐはぐなね、野球。ここをね、やれることちゃんとやっていかなきゃいけないっていうね。ほら、言ったじゃん。だから、13、14って来てんじゃん。やっていかなきゃって言ったの。ね。適当なことばっかり言ってるわけじゃないんだよ。ね。さあ、ということでね、13日はね、2対8でロッテの勝ちっていうところで、ロッテで石川、9回97球、6安打1三振、無四球、2失点と。まあ、立ち上がりね、あれと思ったけどね。ちょ、あれ高い、甘い。って思ったけども、まあ、そこで、野手のね、正面ついたりね、いい当たりもアウトになって、でね、まあ、大量得点っていうのはね、尻上がりに非常にね、上向きになってきたのかなと。まあ、まっすぐツーシームカットね、シンカーっていうところが、まあ、いい感じで緩急もつけれた。で、初回ね、ノーアウト一三塁、三塁ランナー、荻野ね、このマーティンの、ファーストゴロ、ホームね、ランダムプレーになって粘ってアウト。でね、その結果、マーティンも、ランナー、一塁ランナーも、2、3塁まで行けたんだよね。荻野のね、粘りグッと。ね。で、その結果、レアードがライトへ打って、ここでね、しっかり点を取れたっていうのはね、非常に荻野のね、ランダープレー大きかった。あれなかったね、1塁で止まってたら、ひょっとしたら、無得点だったかもわかんない。で、オリックスはね、2回裏、ワンアウトでね、モヤの、サード内安打。で、足立のレフト前、ワンアウト1、3塁から T 三振、伏見、セカンドフライ。ここがキーポイント、オリックスの。ここで1点取ってたら、わかんなかった。試合展開はね。で、ロッテはね、3回によって、で、これでね、もうほぼ試合が決まるっていうところで、オリックスね、山崎幸也、2回ね、3分の2、49球、8安打、1三振、1四球、5失点。球数高かったね、全体的に。で、リリーフケース付き、いきなり2連続四球で押し出し、バーッと。あれで決まったら、勝負。リリーフで出てきたら、勝負していかなきゃ。それが仕事よ。いきなり出てきてフォアボール、テンション下がるよ。しかも2年続落ち出し、テンション下がるよ。っていうところでね、8対2でオリックスのね、勝ちっていうところになりましたね。さあ、続いて、昨日の試合、6対1でロッテの勝利っていうところで、ロッテね、宮城、中11日ぐらいで、登板っていうところでね、どういうピッチングかっていうところでね、5回100球、8安打5三振、2四球、1デッドボール、5失点。今年ね、見た中で一番悪かった。本当に。ずーっと見てきた中で今年シーズンね、一番悪かった。もう、宮城のやっぱりね、持ち味っていうところはやっぱ制球なんだよね。その制球が全部甘めに入る。ね。で、甘めに入ったところをそれを全部狙われて2打されていくっていうところで持ち味がね、全く出せず、
いきなりね、初回からレアードタイムリー、エチェバレータイムリー。で、2回に、まあ、この3点で収まってたらまたなんとかっていうところでね、2回、このね、2アウト3塁から踏ん張ったけど、中村のタイムリー。で、4点。で、3回に、2アウトから山口スリーベース、藤岡のタイムリーで、この5点目。これでもうね、ジエンドっていう形だったね。で、6回、岡のホームランで、もう、これでね、終焉の鐘が鳴るっていうね。で、まあ、13日もね、最終回、杉本がホームラン打ちましたけども、まあ、このね、9回も T 岡田がね、ホームラン打ちましたけども、ちょっとね、反撃するには遅し。でもね、オリックスも、初回からね、ランナー出してんだよね。初回のこの2アウト1、2でモヤのヒットがね、仮に出てたら、流れが変わったかもわかんないし、2回もね、ランナー出て、で、3回、4回、っていうところもね、本当に、3回はノーアウトからランナー。で、4回もね、ワンアウトからランナー出たけども、続かず。で、5回がね、初めての三者凡退。で、6回もね、黒林。だから、ランナーはね、出てんだよね。7回にしてもね。7回せん、ね、太田ヒット。で、伏見フォアボール。で、ここからね、T 岡田三振とね、その後、トントントンって続かずね。ちょっと続かなかったね。佐々木朗希もね、ストレート若干甘いとかあってね、パンパンっていけてんだけども、その連打を許さずっていうところでは、グッピッチ。ね。非常にいい形でね、マジック9っていうね、干渉。ね。宮城がこれを立て直して来週どんなピッチングをするのかっていうのも楽しみだし、佐々木朗希はこのまま中6日で生き続けるのかっていうね、で、行った時にどんなピッチングをするのかっていうのもね、楽しみだね。まあ、結果ね、2勝1分けで、ロッテの勝ち越しでした。さあ、続いて、広島対DeNA、セリーグです。ね。10月12日、3対0で広島。13日、9対3で広島。そして、14日、5対3で広島。広島の2勝1敗で勝ち越しっていうね、展開になりました。12日3対0で広島。広島カープ、先発クリ。7回100球、1安打5三振、2四球、1デッドボール無失点。右足にしっかり体重が乗って、で、前に突っ込んでいくのことなく、左足がスッと出て、このね、重心の移動、そして体重の乗り方、バランス、安定感、最高。グッド。ナイスピッチ。ね。これで12勝で、ハーラートップっていうね、形になりましたね。で、攻撃もね、4回8回に鈴木誠也タイムリーね、4回このレフトでツーベースでこれ1打点。で、8回にレフトでね、ツーラン、ね、ピッチャーエスコバーから。このね、3点。まあね、しっかり投げて4番が打つっていうところではね、非常に良かったかなと。で、DeNA ね、東、7回106球、5安打8三振、1四球、1失点。援護なし、ほんと、まっすぐスライダーね、チェンジアップ、非常に良かった。でも援護なくね、でも非常に来年楽しみ。これをね、いい準備大会として来年ね、このままピッチングできれば10勝できるんじゃないのかなっていうね、このトミー・ジョンからの復活ね、期待してます。ね。で、DeNA はね、まあ、ヒットが2安打のみっていうところでもう完敗ですね。で、広島戦ね、栗林、32セーブ上げることになって、これは新人王ね、新人王かっていうね、ところになってきてますよね。で、13日、9対3でね、DeNA っていうところで、まあ、両先発ね、球が非常に高かったかなと、DeNA ね、大貫、4回70球、6安打6三振、1デッドボール3失点。で、床田もね、4回3分の2、94球、8安打5三振、3四球、7失点と、ちょっと両投手もね、球が高く、そこをね、まあ、一気に狙い打たれたかなと。で、広島ね、先制、3回裏にね、うぐさレフト前。で、琴野のね、タイムリースリーベース。で、西川犠牲フライと。いい形でね、先制。してね。で、ここでね、終わるかっていうところで、2アウトからね、坂倉の、ファーストゴロ、外ハンブル、バーッと。で、盗塁して、で、ここでね、菊池が、センター前タイムリーヒットっていうところでね、まあ、この1点も非常に良くて、お、今日も広島、いい形って思ったところね、5回表ね、ワンアウトから、戸柱ヒット。で、大抜きに代打、席でね、レフト前ヒット。で、桑原フォアボール。で、満塁になって、血のタイムリー、で、佐野も犠牲フライ。で、牧が同点タイムリー、ツーベース。で、宮崎がセンターへの勝ち越し。ね。で、外フォアボール、細川フォアボール。で、ピッチャーとこだから菊池に代わって、戸柱がタイムリーツーベースって、一気に7点。ね。結局フォアボールが重なるっていうね。ところで、これでね、一気に DeNA ね、流れがいって、あら、これもう DeNA かなっていうところでね、この6回表、佐野のライトへホームラン。で、牧のね、ホームラン、2者連続。この2点でね、勝負ありっていう展開にね、なりましたね。で、5回のね、牧のタイムリーね、このレフト西川。照明がね、目に入って落とすっていうね、広島的にはアンラッキー。こういったちょっとね、月の流れもなく、ね、一気にね、DeNA の猛打に、ね、こう飲み込まれちゃったかなと。でね、まあ、このね、2者連続ホームランで、まあ、勝負ありっていう形でしたけども、栗林に負けず、牧がね、新人王へ、ぐーっとね、俺も負けないぞっていうね、上がってきましたね。さあ、14日ね、で、5対3で、広島の勝利っていうところでね、
広島ね、大瀬良、6回106球、6安打7三振、1四球2失点ですね。まあ、なんとかね、粘りの投球。でね、DeNA ロメロ、5回3分の2、92球、7安打4三振、2四球1デッドボール5失点とね、まあちょっとね、この広島打線の勢いにね、一気に飲まれちゃったかなと。で、DeNA はね、4回表、ワンアウトからね、牧ヒット、宮崎ヒット、で、楠本アウトで、柴田がね、先制のタイムリーと、いい形でね、先制したけども、広島がね、その後鈴木誠也のね、レフトスタンドへホームラン。広島、鈴木誠也、こうちょっと村上とね、岡本がホームランなかなか伸びない中、一気に、あと4本差かな。ひょっとしたらひょっとする、ね、射程圏内入ってきたね。で、同点の中、5回裏でね、ワンアウトから、大瀬のライト前、ここをね、打たれたのが大きかった。で、ウグサアウトだけども、ランナー入れ替わって、で、こう、ウグサ盗塁。で、こう、子供がね、タイムリー。で、西川の、タイムリーヒットっていうところでね、その前に、この山本の問題のセカンド悪送球、小園の偽装に騙される。バーッと。だから、左バッターで見づらいんだけど、あのね、前の動画でも言ったけど、ベンチがね、走ったって言わなきゃいけないっていうのを言ったんだけど、ベンチも偽装に騙されてダメなのよ。ベンチが偽装して走ったって言うと、キャッチャーが走ったと思ってね、投げちゃうんだよね。そういったところ、でも投げちゃうんだけど、投げるときに見なきゃ走ってるかどうか。それが目に入ってたら投げないけど、ファーストランナー一切見てないのかな、山本はね。あの、そこがバットだね。あともう一個言えば、やっぱりこうね、見えないんだけど、もしこう構えたら、あの、インコース寄りだと、これバッターこう立ってるけど、これ後ろからね、こういう風に、ちょっとこう、右目で、左目でピッチャー、右目でランナーをこう見ながら、こう見ながら、足上がった瞬間走ってないなと思ったらこう。もしくはアウトコースだとバッター立ってたら見えづらいから、こう。ちょっと今度は左目でファーストランナーを見ながら右目でピッチャーを見て、で、それで足上げた瞬間走ってなかったらこう。で、そっからのディレードとかはもう二遊間を見ながら、あとはベンチが走ったっていう声を察知しながら、走ったら走る構え見て、スローイングしながら、左目でセカンド。の二遊間入ってるのを見て、右目でランナーを見るっていうのをして、で、投げるかどうか決めるっていうのをやらなきゃいけないことだから、右目と左目の、この見るのを常に変えながら、両方で視野広く見なきゃいけないんだけども、そこができてない。バーッと。まあ、これも経験。もっと練習して、あと教えなきゃ。教えるで、ね。バッテリーコーチか。そういうところはしっかりね。で、これでね、結果、西川のね、タイムリーヒットに繋がって。で、6回裏ね、反撃ののろしね、牧野ね、ちょっと菊池めっちゃらしいね。で、宮崎ヒット。で、楠本もね、ピッチャーゴロの間に1点を挙げるっていうね、ところになりますけども、まあ、6回の裏ね、松山タイムリー、小園ね、ライト前ヒット。ちょっとこの試合ね、見れてないんで経過送りになるだけなんですけど、ちょっとすいませんね。ちょっとやっぱり木曜日から金曜日にかけては、なかなか時間がないんで、難しいっていうところもありますけど、森の、山本の、こういうね、珍しいプレイ起きた時だけ、しっかりね、見に行って、見てきました。ね。で、8回表ね、牧ツーベース、宮崎タイムリーでね、追い上げるけども、時すでに落としっていうね、ところで、で、また栗林がね、セーブを上げて、33セーブ目。でも、牧もね、もうそろそろ3割。いやー、この新人王争い。一時はね、佐藤輝のもう独走かって言ったところで、佐藤輝が急降下して、この栗林と牧が上がってきて、もうわかんないね。もう好みだね。こうなってきたら、どっちがどうかっていうのはね、非常に楽しみですね。でも、ベイスターズファンの皆さん、覚えてますか？まだ、佐藤輝が打ってて、佐藤がね、まだこう、新人王確定かちゃうかっていうぐらいに、時にね、久保と佐藤輝が、交流戦の時にね、横浜スタジアムでね、一打席勝負みたいにした時に、ちょっとインタビューでね、いや、牧選手は頑張って、新人王をね、取ってくれることを期待してますって言ってね、牧がお辞儀してくれた。覚えてますか？ほら、あるでしょ？っていうところだけね、言っておきましょう。ということでね、結果、2勝1敗で広島の勝ち越しでした。さあ続いて、中日対ヤクルト、マジックがね、点灯してますけども、10月12日、3対2で中日、13日、3対1でヤクルト、で14日、1対1で引き分け、結果、1勝1敗1分けの5分でした。それでもマジックが7に減ってます。はい、12日、3対2で中日、中日先発柳、8回113球、7安打6三振、2四球2失点と、まあ気迫の勝利だね。まあ、得点にはね、結びつかなかったけども、まあ、バッティングでもね、3打数1安打、ツーベース1本と、ほんとね、投手三冠を目指すっていうところではね、非常に気迫のピッチングだったかなと。あとね、4回5回とね、
チャンスで1本出ず、6回にね、3度目の正直でしっかり得点をね、上げてね、まあ、大島、ライト前、ビシエドライトフライでワンアウト。で、高橋がね、ライトへツーベース。でね、6回表のね、このエラーっていうのをね、挽回する、このツーベース。で、ワンアウト2、3塁になって木下がね、ライトへ2点タイムリーヒット。これ低めのね、フォークボール。非常にね、難しいところだったけども、木下もね、しっかりね、そこを作ってね、ヒットっていうところでは非常にね、いい形のヒットだったんじゃないですかね。で、ヤクルトはね、4回、塩見がね、先制のホームラン。で、6回ね、この塩見のサードゴロエラー。このね、高橋のエラー。ね、んでそのまま2塁へ行って、青木のセンター前で1点っていうね。あのね、高橋ね、下がっちゃダメなのよ。あれはもうね、前なのよ。前で勝負していくとアウトになったかもしれないけど、下がるからね、ファンブルするんだよね。あれはね、前よ、前。ね。っていうところで。で、ヤクルトはね、7回表で、この西浦のバント失敗っていうのがね、痛かったね。でもその後ね、宮本のスクイーズ。あれはね、仕方ない。柳がね、よく高めに外したよ、あれは。柳に、グッ。判断力ね。やっぱセンスもあるね。視野広い。一生懸命すぎずね、一生懸命っていうね。だからあの宮本のバントは仕方ないけど、西浦のバントはバーンと。あれしっかりね、送ってたら、まだ違う展開になったかもわかんない。で、ヤクルトはね、岡、5回3分の1、97球、5安打7、3、4、2、9と、まあ2失点。まあこれは非常にね、踏ん張ったかなと。で、中日ね、岡林、プロ初通り、グッと。ね、ここからまたね、監督も変わりますけども、頑張っていってもらいたいなと。ね。で、13日、3対1でヤクルト。ね。ヤクルト再スリード、5回68球、2安打5三振、1四球1点。でね、相変わらずストレートね、力強かったかなと。で、足の張りでね、交代。ちょっと心配だね。ちょっと登録も抹消されたけども。まあ、今後ね、どうなるか。しかもね、その後交代して、大西がね、すぐ、岡林三振。あと、牽制で一塁ランナー渡辺アウト。グーッと。渡辺、バーッと。ね。で、京田が三振。ね、この大西のピッチングっていうのは非常に素晴らしかったかなと。ね。その後ね、石山、田口、マグカクとね、グッピッチ。ね。非常に、素晴らしい系統ね。で、またここ、石山がね、いい形になってきたから、この清水をね、休ませれるっていうね。で、田口もいい感じでね、左の封殺っていうところで、非常にね、リリーフ陣がね、本当に、ロマン、オンドルセク、バーネット、キューコ、秋吉のね、やっぱ優勝した時によく似てるこのね、リリーフ陣の安定っていうのがあるね。で、6回表ね、村上が、レフトにね、39号ツーラン。レフトにアウトコース高め、ね、打った瞬間ね、ギリギリでもないしね、非常にグッド、ナイスバッティングね。で、まあ、ちょっと、ドラゴンズはね、反撃の感じ、全くなかったんですね。見てて。あ、ほんでこの試合でね、山井と藤井の引退試合でね、お疲れ様でした。ね、山井には非常にね、思い出あります。オープン戦でですね、その、年のオープン戦、名古屋ドームでね、その当時、行われてですね、よし、今年も頑張っていこうと。で、実戦ね、キャンプの時、初打席です。初打席に、いきなり頭にデッドボール食らいました。嘘やろって。オープン戦初打席よって。で、こっから行こうって言った時に、そんな厳しいとこ投げる。しかも頭デッドボール当たるっていうね。それで交代。バーッと。あげます。でもね、日本シリーズでね、まあ、系統による完全試合でね、非常に素晴らしいピッチングタイトルも取ってね、本当にお疲れ様でした。あとね、こう、藤井選手ね、外野でね、ほんといい形のね、働きっていうのをしたと思いますし、藤井選手のね、思い出は、これはもう全部ね、いい思い出、で、藤井選手にとったらいい思い出じゃないんですけども、2010年日本シリーズ、最後の打者ね、藤井選手で、でもこれね、打たれるわけにはいかないというね、必死のパッチで、でね、スライダーで、ショートゴロを出してね、最後日本一になったっていう思い出あります。あ、確かね、誕生日一緒なんですよ。5月20日っていうところでね、親近感あります。でもね、本当に二人ともね、ドラゴンズでね、頑張って、優勝にも貢献してね、本当にお疲れ様でした。そして14日はね、1対1で引き分けっていうところになりましたけども、ヤクルトはね、2回にね、サンタナの先制ホームランでね、まあ前日もね、スリーベースっていうタイムリーをね、打ってる中でのいい形の先制でね、おー、これでいい形って言ってね、でもその後ね、ちょっとね、打線が繋がらなかったっていうところで、ヤクルトもね、原樹里、7回86球、6安打5三振、無四球、1失点とね、非常にいいピッチングで球数も少なくね、素晴らしかったですし、で、中日もね、勝つの、6回89球、5安打7三振、無四球、1失点とね、こちらも非常にね、素晴らしいピッチングでね、これもね、来季に向けて非常に楽しみな戦力になってきましたし、で、7回裏ね、ワンアウトから高橋周平ね、レフト前、で、マルチネスアウトになって、で、カツラがね、ライトへの同点タイムリースリーベースとね、これね、なんとか踏ん張って、同点にね、追い込めたかなと。まあ、ここはね、まあ仕方ないかなと。まあね、お互いいいところを出し合って、まあ引き分けっていう形になりましたけども、まあね、ヤクルトは引き分けでもマジックが減っていくっていうところで、ヤクルト的には勝ちに等しい引き分けになりましたね。まあ結果ね、1対1の引き分け。全体的にはね、1勝1敗1分けの5分でした。さあ、続いて、ヤクルトを追いかける、阪神巨人ね。ということで、東京ドーム、巨人阪神戦のね、結果ですけれども、10月12日、1対2で阪神。
13日2対2の引き分け。で、14日3対0で阪神。阪神の2勝1分けで勝ち越し。巨人は逆に連敗ね、ところになりましたけども、全体的に引き分け挟んでね、連敗中です。ね。で、まぁ、12日2対1で阪神。まぁ、両チームね、チャンス作るも1本出ずっていうね。1本出て2点か1点の差で阪神が勝利ということになりましたけども、阪神ね、先発は青柳、7回109球、6安打2三振、無四球、2つのデッドボール1失点と、まあ12勝目っていうところでね、まあ栗と並んで原トップという形になりましたけども、まあ青柳はね、いつも大体同じような投球パターンなんでね、それをね、打つか打たれるかっていうね、打つか打たれるかじゃない、打ち取るか打たれるかっていうところになりましたけども、まあ今日はね、いい感じのピッチングになりましたね。で、巨人はね、ピッチャー先発メレゼス、2回表ね、ワンアウトからロハスレフト前、で、佐藤ライト前、で、坂本ね、センターフライで、2アウト1塁になって、青柳がね、ライト前、ね、この2ボールからね、思い切ってね、打ったなっていうね、グッて、ここがキーポイント。この青柳に打たれたことがね。で、その後ね、近本へ、ライトへね、2点タイムリー。まあ、これがね、まあ、決勝点になるんだけども、で、巨人はね、6回裏、松原ね、ライト前、これ26試合ね、連続ヒット。立岡ファーストゴロ。で、坂本サードゴロで、岡本がね、ライトにヒット。で、2アウト1塁から丸がね、2ベース打って1点。で、ここでね、もう終わりっていうね。で、巨人は6回7回8、6回7回8回、このね、もう一本っていうところでね。で、8回もね、ワンアウト三塁からピッチャー岩崎ね、大城、ツーストライクをね、ノーステップにして、いつもちょっと足上げるけど、ノーステップにして、なんとか最悪バットに当てようっていうね、必死な姿めっちゃ見れた。見れたけども、三振。ここが勝負ポイントだったね。でね、阪神はね、スワレスがね、8回9回、で、9回ね、1回3分の1っていうところで買いまたぎでね、セーブを上げたっていうところも非常に大きかったですし、まあ、13日ね、2対2で引き分けっていうところでね、阪神西ね、右肘痛でね、ちょっと、違和感交代。ちょっとここは心配だね。1回3分の2、42球2安打、三振0、2四球2失点と。ね。まあ、巨人もね、そこをね、パンパンってね、今日はに、先制して2点取っていくよと。まあ、ね、1回ぐらいね、松原がね、ライトヒット、ツーベース。これで27試合連続。で、坂本がね、センターフライ。で、丸フォアボール。で、ここでね、一三塁になって、岡本がね、犠牲フライっていうところで1点取って。でね、2回の表にね、阪神に、坂本にタイムリーヒットでね、1点取られるけども、2回裏にね、しっかり、ワンアウト2、3塁から、松原のね、セカンドボールの間にしっかりこう、展開的には良かったんだけどね。でも、4回表に、坂本の、甲子郎の、レフトへ、ツーランホームランで逆転。坂本グッチ先制ホームラン3打点全部最近いいね。守備もいい感じだしね。こう打ってきたらね、もっともっと活躍できるんじゃないのかなと。ね。まあ2回の表ね、5番井戸原がセンター前、ロハス三振、木浪ライト前、ワンアウト1、3塁からね、坂本がレフト前タイムリー。で、4回表も2アウトからね、坂本がレフトへね、2ランっていうところで、坂本のね、頑張りに、グッて。ね。で、巨人菅野ね、7回101球、8安打6三振、無四球2失点。まあね、こう坂本一人にね、やられちゃったかなっていうね、全体的には良かったんだけどもね。で、まあ巨人はね、まあ、1回2回で、この2点でね、打ち止めっていうところで、まあ、結果ね、引き分けなんでね、っていうところはありますけども、巨人は勝ち切りたかったなと。で、阪神はね、西の後ね、馬場、で、伊藤ね、伊藤正史ね、初リリーフ3回、グッピッチ。ね。で、アルカンタラ、スワレスとね、このリリーフ陣も踏ん張ったっていうところでは、非常にね、いい引き分けだったけどね、いい試合展開だったんじゃないでしょうかね。で、昨日、14日の試合ね、3対0で阪神のね、勝ちっていうところでしたけども、この日はね、日本放送で解説させてもらいましたけども、先発、高橋遥人が、キレキレで、まっすぐカット、チェンジアップ、で、カーブ、スライダー、ね。もう何投げてもいいんで、まっすぐなってる。これは打つのは相当厳しいぞ、って思いましたけどね。で、7回105球ね、1安打、11打三振、3四球、無失点とね。まあ、中田のね、ヒット、チェンジアップがね、高めに浮いてる、その1本だけでね、非常に素晴らしいピッチング。あと、日本放送でね、クイズトリプルチャンスっていうのがあるんですけど、この後、誰がね、ヒットをこの回打つでしょうかって言ってね、佐々木さんどうですかって聞かれて、中田が回ってきて、いや、1打席目変化球ね、レフトフェンス際の、大飛球でしたけど、アウトになりましたけども、一人タイミングが若干合ってるんで、中田が打つんじゃないですかねって言ったら本当に打った。見る目ある。佐々木にグッて。ね。で、まあでも、高橋あるとね、非常に素晴らしいピッチング。で、巨人の山口もね、7回102球、5安打8三振、無四球無失点とね、高橋はね、まっすぐ力あって攻めていく。で、山口もね、ストレート本当に力あった。で、そこでね、フォーク、いい高さに落ちててね、高め、浮いたとこだけが怖いなっていうところでね、ロハスがそのね、浮いたところを見逃さず2本打ったんだけども、まあ非常にね、山口も素晴らしいピッチング。でね、畑、中川と続いて、問題の、ね、9回表。まあ、阪神はね、それまでヒットも出たらけど、最後の1本がね、出なかったっていうところで、9回になってね、ビエイラ、ね、長野がレフト前、カットボールをね、レフト前にね、いい形で張ってんで、で、近本、ね、打ったらポヨーンってなって、でね、サード内野安打。
で、マルテがね、セカンドフライで、あー、これちょっと危ないな。ちょっとマルテがね、ちょっと引っ張り気味でバットの先っちょに当たってるよね。で、糸原がね、三振。あー、これでもうちょっと引き分けかなっていうところで、板山が、ね、あの、ライトへタイムリーツーベース。板山、ガーツビッグ。ね。もうあとちょっと、あとボール1個分でホームランっていうぐらいの、ね、打った瞬間入ったかと思ったけど、で、ここで終わらず木の実がね、レフトへタイムリーツーベース。ガーツね。で、これでね、3対0でね、その裏しっかりスワレスがね、あの、抑えて勝ち切ったっていうところでは、阪神がね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうかね。で、ここでね、やっぱ一番気になったのが、ビエイラね。球も速くて、すごいんだけども、まあ、こう、岸田がキャッチャーだったんだけど、まあ、小林の時もそうなんだけど、ほぼ真ん中の、ここら高めぐらい構えてんだよね。まあ、ちょっと動いたとしても、もう全部同じ高さ、構えてて、その、意図が、やっぱこの、キャッチャーって構え方でもコミュニケーション取るから、あ、ここは甘くてもいいけど低くね、あ、高くてもいいけどコースね、あ、広く、ここボール球ね、あ、どうやって行こうっていうね、こう構え方でもコミュニケーション取るのに、もう常にそこ構えてるから、で、最後ね、板山の時もそうだけど、中野のヒットもそうだけど、構えてるところに投げてんのよ。でも、ヒットよ。でも三振取ったの、糸原で三振取った時なんて、あの、膝元のね、あのスライダーめっちゃいいところ。でもあれも高めに構えてんのよ。じゃあどう、意図伝わんないよね。まあ、そうじゃないとダメなのかもわかんないけど、キャッチャーすごい大変だよね。このキャッチャーの構えでね、意図を伝えれないっていうところでね、じゃ真ん中に投げてんじゃん。だって構えてるからね。で、打たれても困るしね。ここコースに来てほしい。だからそこができないところがね、もう投げてみなきゃわかんない。エイヤーだからね。別にビエイラもいい投手だけど、別にビエイラが悪いって言ってるわけじゃないんだけど、キャッチャー大変だね。っていうところはね、そういう感じだ。逆にね、スワレスはね、坂本がね、しっかりコース構えたり、低め構えたり、ボール球構えたりっていうところでね、この意思表示しながら投げて、スワレスもそこに投げていくんでね、非常にキャッチャーとしてもリードもしやすいしね、意思の疎通も取りやすいんじゃないのかなっていうところをね、9回の表裏見てね、非常にね、感じました。まあ、打たれたっていうのもありますけれども、まあ、そういったところね、本当に、打たれたからいい悪いとかね、抑えたからいい悪いじゃなくて、まあ、キャッチャーがね、非常に大変だなっていうのをね、感じました。ということでね、2勝1分けで阪神の勝ち越しなりましたね。さあ、ということで、ヤクルトはね、マジック7、ロッテはマジック9、残り10試合。まあ、オリックスもある。ここはね、五分五分。でも、この週末ね、ロッテはソフトバンクと、ソフトバンクはね、楽天に勝って、まだね、クライマックスシリーズのね、可能性、首の皮一枚ね、残ってるんで、ここに全勢力をかけてくる。オリックスはね、こうどうなるのかっていうね、いろいろ入り混じっての戦いで、まだどうなるのかわかんない。セリーグはね、まだ阪神、首の皮一枚残ってる。なんと、広島が、巨人の3位を脅かす。まあ、まだ首の皮一枚ね、ひょっとしたらひょっとするっていうね、可能性が残ってる。ね、ヤクルトはもうマジック減らすだけなのか、足踏みするのか。さあ、今週の3連戦も皆さん見逃せませんよ。さあ、今日の総チェックを見ながら、今週のね、3連戦もしっかりね、プロ野球、残りシーズン少ないんでね、楽しんでいきましょう。ということでね、週末の3連戦も、要チェック。